とあみ。とア,アミとは、漁網の一種である、縁網、紐、かぶせ網の一種。岸辺や船上から魚がいると思われる水域に、人の手で投げ入れて、面で魚を取る漁具である。日本語では、投げ網、投げ網、打ち網、打ち網、アミとも言う。中国語では、投げ網、投げ網という。英語、事実上の国際共通語では、キャストネット。 と言い、時にスローネット、とも言う。投げ網を投げることは、投げ網を打つと表現する。一方、網打ち、網打ちという場合は、投げ網で魚を取ること、及び、その人を意味する、転用も、参照のこと。投げ網による量は、と網量という。また、投げ網を思うように投げるべく、構える、その動作を指して、手取り、または、こしらえという。魚郎において、 漁具に沈降力を与える目的で用いるおもりのことは、沈士、岩、沈士といい、英語では、シンカー、というが、漁網を沈下させる沈士のことは特に、網石いい、古くは、網石、網の岩と呼んだ。漁網の下端部の、つまり網口のちょうどスカートなどの裾のようになっている部分は、網裾といい、略して、裾とも言う。投げ網でもそれらは同じ。 投げ網には、投了の網石が、網裾に均等な幅で数多く取り付けられている。上端部には、手綱がついていて、これを握って、投げ網を打ち、手繰り寄せる。然るべき技術を身につけた者が投げ網を打つというのは、現象面から言えば、網裾が大きな面を捉える形で水平に広がって、水面に落下するよう正しい動作で投擲することで、あり、そうやって打たれた投げ網は、 円水状あるいは、釣り金状に広がって水面に落下し、網石の重さで沈下するように作られている。漁獲対象を点ではなく、面で捉えたまま、広がった網裾は、自然に沈下して水底にまで達するため、囲われた、面の内側にいた魚群は、水中であれ、水底であれ、この囲いに一旦は閉じ込められる。網の周辺部は、袋状になるよう作られているため、 網の囲みから逃れようとする多くの魚はその袋に入り込んでしまう。しかし、袋に入ることなく網石の下をくぐり抜けて逃げる魚も少なくない。投げ網で漁獲できる魚は袋に入ってしまうか、網目に頭を突っ込んで逃げられなくなった、いわゆる首くくり、首くくの魚である。鮎、鮎などは袋に入ることは稀で、川底の石とう石との隙間を見つけて、 そこから逃げたり、川底の石の隙間で、しばらくじっとしていて、網を引き上げた瞬間に、網石の下から逃げたりと、くぐり抜けのうまい魚として知られている。そのため、首くくりでの漁獲を重視して取れる魚のサイズに合った、マグワイの網を選ぶことが重要となる。網目の大きさをマグワイといい、縦に伸ばした網五寸、約五十二センチメートルの間に、いくつ結び目があるかを、節 という単位で表す。また、編み目の一辺もしくは一目、一辺二の長さを、分輪で表す地方もある。編みの大きさは、円周、裾周りの長さを、広、約1.8メートルで表したり、すぼめた状態での編みの長さを広で表す。一枚の帯状に作られている投げ編みもあり、これは投げ刺し編み、投げ刺し編みという。この場合、 網を打ったらすぐに魚を網のある方に追い込まなければならない。和歌山県の赤根野流で有名なのは刺し網を投げ網のように投げる漁法の小高毛である。日本では以下の二つに対別される。日本語の概念では投げ網の打ち方は、まず打つ場所によって二種類に対別される。一つ目は徒歩、勝ちで打つを意味する、勝ち打ちで騎士から打つ。 または、水の中を歩いて移動しながら撃つことを指す。二つ目は、船打ちで、船で移動しながら、戦場から撃つことを指す。英語には、こういった区別はなく、どこから撃とうが、キャスティングネット、である。一方、投げ網を撃つ技術を表すのには、もしくはという語を用いる。魚体に傷がつきやすく、魚によっては捕獲後に放流しても、生存率が下がるため、 捕獲するだけで生態系に悪い影響を与える可能性を否定できない。先進国の多くはほとんどの河川で投げ網の使用を規制しており、無許可で投げ網を打つことは禁止されている。季語、季題としての戸網は夏の季語、ミカの季語である。分類は、行事、人事、生活、川狩り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 、い、川で魚を取ることを、 親季語とする古季語の一つで、他の古季語には、背干し、背干し、背干し、い、流れをせき止めて行う川刈り、川間、川干し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 、い、背干、相へ掘り、貝掘り、貝掘り、い、池や堀の水を汲み出して干して行う川刈り、貝掘り、毒流し、毒流し、い、毒物を使った川刈りがある。網打ち 網打ちとは、第1義には、投げ網で魚を取ること、及び、その人を言うが、第2期には、相撲の決まり手の一つである。これは、両師が投げ網を打つように、相手力士の指し手を両手に持ちながら、土俵外へ放り投げる技であることに由来する。第2期については別項、網打ちに詳しい。レーティアーリウス、レティ、アリウス、ラテン語、リータイアラース、CF。 ウィクト、EN は古代ローマの剣闘士、グラディアートルの一種で、投げ網を使って敵を絡め取るという独特な戦い方をするを言う。リータイアラースの後構成、ラ、レーチ、イコール EN、オブネット、JP、網の、アリアス、イコール EN、男性用のマイナス ER、JP、男に基づき、日本語では異訳で、網投士と呼ばれ、時に、と網投士、 とあみけんとなどとも呼ばれる。鉛入りのレーテレーテあみと、とりでンスとも呼ばれる復帰な、伏せな、三ん槍もしくはモリ、森をおし武器とし、対戦相手にとどめを刺すためのプーギオープーギオー王、探検を携えた、軽装のとうである。他のけんとと違って、かとはかぶらず、また、たの代わりに、カタガードを意味する、ガレールスと呼ばれる。 青銅製防具を利き手でない方の肩に装着して戦った。三叉槍を使用武器とするのは、ワタツミネプトゥーヌス、古代ギリシアのポセイドオ,オーンと同一視されたワタツミの獲物であることに由来するという。目玉雲かの雲は、自ら分泌する粘着性が高く丈夫な糸で、雲も、雲の作る網を作り、獲物に被せて絡め取るという、極めて特殊な待ち伏せ型の狩りをする。 八脚のうちの四脚の足先に蜘蛛モモの端を引っ掛けておいて四方に引き伸ばすと正方形の伸縮自在な網の罠を仕掛けたことになるうれつに画像ありこの体勢で待ち伏せ獲物が近くを通りかかると全身を伸長させて襲いかかり四脚で張った蜘蛛モモを獲物に覆いかぶせて動きを封じるその後は普通の蜘蛛と同じように新たに分泌する糸で完全に絡め取ってしまう 日本語にはこの雲類を投げ網と関連付ける名称がないが、英語ではネットキャスティングスパイダーといい、まさに投げ網を打つ雲という意味の名で呼ばれている。また、先日した網投資になぞらえたリータイアラーススパイダーという別名もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。